父ちゃん、おはよう。父ちゃん。いい、飲みすぎたな、昨日は。どうした、マタコ。腹減った。あー、そっか、今日日曜日か。よし、じゃあ、まずは朝飯美味しいの作ったるから、待っとれや、マカコ。まずは目玉焼き焼いて、がっつり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 りん、ここだな、こりゃ。お次は、お次は、サンドウェッジ、伯爵でも作るか。伯爵は作らねえから。まずツナ缶の蓋をパッカリーナと、これ後でね、油ちょこっと切っておかないとぐちゅぐちゅになるからね。油は切って、使っていきますよ。油を切ったツナ缶のツナにヨマネーズ、スコルバ、キンコロン缶ですね、とりあえず別とこに置いといて、玉ねぎが入るとね、これ結構美味しいんで、ネギ玉、さっくんさっくんさっくん、リーノスケと切って、あとはね、さっきのツナマヨに入れて、混ぜ混ぜ混ぜんティーニー、混ぜリーノスケですね、愛しの混ぜリーなとこに行ったんで、混ぜ混ぜ混ぜんこう、混ぜリーノスケ、ゆうべの残りのキュウリ、コッパキュウリをサックンサックンサクサクサクと切って、少しサンドウィッチに入れるといい歯ごたえなんだよな、これが。美味しそうじゃないかい。いや、次にパンを並べリーナして、バターですね、バターをパンの表面に、つるんこつるんこつるりーのすけですね、つるんこつるんこつるりーのすけ、愛しのつるりーな、どこに行ったんでぃ。バターは常温で戻しとくと塗りやすいよ。バターを塗り終わったパンに四つ切りパン4枚、そのうちの2枚の方に葉っぱかなんかをね、しゃれ込んで、スコルバペッタンコですね、はい、スコルバペッタンコと、はい、2枚葉っぱ乗っけて、2枚は具が入ります。葉っぱの乗っかってない方にムーハーですね、まあ、ペッタンコとね、ムーハーそのまま乗っけちゃってもいいんですが、ここはしゃれ込んでね、2つ折りにしたハムを3枚、ゴージャスですね、今日は使っていこうと思います。いや、マカコも女の子なんでね、やっぱ多少洒落込んだサンドウィッチ伯爵がいいんじゃないかとね、いう感じですね。はい、ハムね、3枚乗っけたらヨマネーズをチュルリンチュルリンチュッチュリーノスケですね、これ、はい、このヨマネーズを入れることによって、パンが落ち着く、サンドウィッチが落ち着くみたいな、馴染むみたいなね、感じでございます。はい、ちゅうことで、あとはツナ玉ですね、ツナ玉ねぎを今回は葉っぱのある方にね、乗っけていきます。まあ、多少油が残ってるんでね、まあ、バター塗ってあるんですけど、パンの方に行っちゃうとね、作り終わればね、ちょっとしなっちゃう可能性があるんでね、葉っぱで、ガーディングですね、ガードして、その上に、ツナ玉ねぎですね、乗っけていきます。角までね、きっちり乗っけるとより美味しいサンドウィッチできんじゃないこれみたいな感じでね、あとはぺったんこと、はい、軽く押して軽く押してなじるリーナですね。あとは耳を切り落とすだけです。4箇所あるんで、1箇所回転させて、2箇所、また分野回転させて、3箇所、まあパン耳ついてる方がいいっていう人はね、もうこれ切らないで全然 OKOK ベリー OK です。はい、4箇所全部切り終わりました。
ということでね、もう一つの方のパンの耳もスコルバ金婚館、スコルバ金婚館とね、4箇所全部切り落としておきましょう。これガーリックトースト耳できるからね、取っといてよ。おっといけねえ、さっき切ったキュウリ入れ忘れてるやんけー。まあちょうど馴染んだところにね、キュウリ入れてもくっつきやすくてええんじゃないみたいな感じですね、これ。はい、パッカリーノスケと、はい、馴染ませて馴染ませて、はい、馴染ませて、あとはね、これ4分の1に切るだけですね。縦ハーフィー&ハーフですね。縦にまず切ってからサクサクサクとね、角度を変えて、あとはまたね、縦に切って、まあ、2等分2等分の4分の1カッティングですね。はい、サンドイッチは何個できるでしょうか。1,2,3,4,5,6,7,8個のサンドイッチができることになります。ここまで来るはもう完成したも同然だぜ。あとはね、お皿に葉っぱかなんかをね、スコルバ金コロン缶ですね、引いてサンドイッチを乗っけるだけだぜ。お皿の方に、サンディウィッチですね、乗っけて、もうガツンガツンとほぼ完成となります。中子待っててちょうだいよ。さっき焼いた目玉焼きですね、はい、添えて、はい、これでねほぼほぼ完成です。カッパにはドレッシングお好きなのかけて召し上がりください。あとはマコの好きな牛乳をスコルバ金婚缶とついて、これで完成よ。飯できたぜ。お父さんありがとう。なんか変なのついてるけど、これお酒じゃないの？いや、お父さん間違えて、自分の晩酌と間違えて、こんな牛乳ぶっこんじゃったんだよ、実は。なんかこう、たまにはこんなんで飲むのもおつかもしんねえぞ。いただきまーす。うん。お父ちゃん、おいしいかも。こういうの飲むの。サンドウィッチ、サンドウィッチ、オーラシッピニア。召し上がれ。いただきまーす。うん。うん。最高よお父ちゃん、サンドウィッチ目玉焼きもついてる、プッチンプッチンプッチン目玉怖いよ、なんかこうプッチン目玉っていただきます。お父ちゃん最高おいしい、本当にありがとう、いつも。いただきます。はい、ということで本日も最後までむだらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。ここで皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッティーマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。だいぶ寒くなってきたので風邪などひかないように気をつけて元気に過ごしましょう。それでは失礼いたします。